ラサール石井さんが次期逮捕予定者リストがあって政府が問題を起こした時誰かゴサイン出してるって言いました。これは本当でしょうか？ですね、本当かどうかでいくと多分正解を言うとわからないが正解なんですよ。僕が考える限りはリストがあるわけじゃないんですけど気を利かせてやる人はいます。政権が何かやばいことやってる時はなんかその徳井さんだったりとか沢尻エリカさんだったりとか田代正史さんだったりみたいないつでも事件にできるやつっていうのが逮捕されたり事件になったりしてトラブルになるっていうのは発生します。例えばそのじゃあ厚生省がマトリって言って麻薬取締り捜査官っていう人がいるんですけどマトリってもう最初からこいつやってるよなっていう人の目星はいっぱい持ってるんですよ。沢尻エリカさんも沢尻エリカさんになんか薬を売っていた元彼氏がいてるとかっていう情報ももともと分かってるんですよ。なのでなんか大きな事件を起こした方がいいよねっていう時にあこれ使えるじゃんっていうので現場レベルで多分やっちゃうんですよ。そうするとおなんかいい事件逮捕やってくれたじゃんおかげでちょっとニュースが消えたよありがとうみたいに言われるだろうっていうのを現場レベルが勝手に忖度してやってるっていう話だと思うんですよ。でもじゃあそれがリストがあるか政権がそれを命令してるかっていうと多分リストもないし命令もしていないんですよ。命令をしてるかで言うとしてないんですけどじゃあ政権にとってでそういうなんか大きな事件が起きた方が得だよねという状況の時にそういうことが起こる確率が高いのは現場が忖度してしまうっていうのがあるので正解を言うとわからないなんですけどただ現象としての事実は今説明した通りで正解に限りなく近いグレーわからないだと思います。はい、例えばあの有名芸能事務所の人とかが大麻やってるみたいな記事が出た時とかにあの割とそちら側の業界の人たちはまあでしょうねみたいなんで別に驚きはないんですよ。世の中の上の方の人たちって結構そういうことやってるよねっていうのは薄々知ってるんですよ。でも捕まるまでは誰も言わないじゃん。で記者さんっていうのってこれを叩いたら自分の仕事がなくなっちゃうよねっていうのも分かってるんですよ。日本の新聞社って給料めちゃくちゃ高いんですよ。30代でだいたい年収1000万以上いくのね。で40代とかになると1500万とかいくんだけどそうすると記事に書かないで黙ってるだけで年収1500万だからまあ黙ってた方がいいよねってなっちゃうのよ。同僚がみんなそうなのよ。だってみんなそれ知ってるけどほっといてるんだもん。桜を見る会ってあったじゃないですか。あの当時にキャバクラ城で毎年桜を見る会に呼ばれてますって言い出した人がいるんですよ。そのメディアの人がこの人ってこの年桜を見る会行ってましたっていうのを政府の人に確認したんですよ。したら政府の人がいやこの人来てないんですよって言ったんですよ。これ何が問題かっていうと要は誰が来たかってリストを持ってるんですよ政府の人は。だから持ってるからこの人来てないよっていう確認をした家で言えるのよ。リストがあることはメディアの人ほとんど知ってるのよ。でも表向きリストがないって言ってるからリストがないですよっていうニュースが流れるのよっていう感じでその世の中ってこうだよねっていうのは一定のラインを変えると本当の正義とか真実はどっちかっていうともうそれは報道しないというのを選んでしまってるのよ。でまあそれを上流国民と呼ぶのか上級国民と呼ぶのか何なのか知らんけどただそういうのがあるっていうのは結構みんな知ってんのよ。だ堀江さんもたまになんか言うじゃんあの検察のこうでみたいなのってあれも堀江さんもこちら側の話は知ってるのよ。でもあんまりこうそれを言わないのねあの社会では。まあみんなが興味ないもあるし割とこちら側に所属してる人は大体知ってるのよ。ちなみにあの僕の知り合いのピエールさんという人がピエール滝さんと沢尻エリカさんとボビーオロゴンさんと誕生日一緒なんですよ。だから絶対ひいおやじさんやってらっしゃると思うんですよね。なんか白い薬かなんか。なのでひいおやじさんが捕まった時も多分ひいおやじさんの友達と言われる人たちがいやあの人絶対やってたと思いますよって言うんだけど捕まるまでは言わないっていうのが日本の暗黙の了解なのかなと思いました。あ、そうですね。あと入江さんも一緒なんですよね。ボビオロゴンは薬をやってないかな。あの DV をしただけかな。はい。